した街着物チャンネルです。今日はおうち着物を着ております。それで絞りの浴衣に、博多の母帯でお家でくつろいでます。でこんな感じで、貝の口です。もう今日はね、帯締めも帯揚げも何も使わないで貝の口、もう帯だけで締め上げてます。こんな感じです。こんな感じです。はい、中もね、本当に簡単にステテコみたいのを履いて、キュロットのようなペチコートを履いて、それに、もちろん着物ブラジャーはしてますけれども、結構緩めの着物ブラジャーにユニクロの、エアリズムのシャツを、半袖のシャツを着て、それで浴衣を着ちゃってます。こんな簡単な形で過ごしてます。で、半幅帯に貝の口結びということです。で、今日はですね、何を皆さんにお伝えしたいかと言いますと、今日はお着物のお手入れについてです。ですね、夏も中盤になってきました。お盆も終わって、たくさんお着物ここにも干してあるんですけど、これは、洗ってのりスプレーをしてアイロンをかけたものです。で、これはね、畜線の浴衣です。で、こういう平織りの浴衣は洗った後アイロンをかけたりしなきゃならないんですが、こういう絞りの浴衣とか、あとここにかかってるおじや縮みですね、こういうものについてはノーアイロンです。で、品物によってアイロンをかけたりかけなかったりしますので、それはですね、またおいおい、動画でもやっていきたいんですが、もしご質問がある場合にはコメント欄からご質問してください。都度私の分かることでしたら都度お答えしたいと思います。まずこういう平織りの浴衣は、平織りの浴衣ってね、どういう浴衣かっていうと、こういう浴衣なんです。平織り、こういう、わかります？平織りの浴衣、こういう浴衣のことを平織りの浴衣っていうの。しぼしぼがないでしょ、ぺたんとした織り方、平織りの浴衣ですね。これは畜線さんの浴衣です。で、これは洗った後干してアイロンをかけるときスプレーのりしてます。で、こんな形で吊るしておいて、後でこれは畳んでしまおうと思います。そして、こういう絞りの浴衣とか、こういうおじや縮み、これについてはアイロンはかけません。洗ったらこういう着物ハンガーに干して、そして後でちょっと今干し方とかもやりますね。で、まずは洗い方について説明したいと思います。このおじや縮みの、つい本当に1日前にもご質問がコメントで来ました。おじや縮みをどのタイミングで洗いますかということなんです。毎回着たら1回ごとに洗いますか、それともどのタイミングで洗ったらいいですかというご質問が来ました。これはね、前もライブ配信でもお話ししたんですが、人それぞれです。それで、例えば私の場合はおじや縮みがいくつも持ってます。そうすると、ワンシーズンの間に例えばこのおじや縮みを着ました。それで次のお出かけの時はこのおじや縮みを着ました。と言いますと、これをね、洗うまでの間に1週間とか2週間とか空いちゃうんですよ。それが私はどうしても嫌なんです。なぜかと言いますと、汗染みっていうのは日が経つごとに浮き出てきます。なので、汗かいたばっかりの時はすぐ洗えばいいんですけれども、それを放置しておくと黄ばみになったりとかですね、シミになったりするんです。あと匂いが出たりとかしますよね。なので、私は1回着たらもう本当に毎回洗ってます。で、結構私は汗もかきますので、私の性格もあるんですが、洗わないとちょっと気が済まないので、私は1回着たら洗ってます。はい。そして、これはまたいろんな方がいろんなことをおっしゃってるので、人それぞれでいいと思います。例えばね、お着物を着ることをお仕事にしている方は1回着るごとに洗ってたら生地が傷んじゃいます。
これ麻ですし、それほど強いものではないんですね。なのでやはり、お仕事にされてる方なんかは何回か着てそれで洗う。 でも何回か着て洗っても、お仕事にされてる方なんかは毎日着てるわけですから、着てから洗うまでの間にそんなに何週間も空くってことはないと思うんですね。なので何回か着たら洗いますよっていう方もいらっしゃいます。なのでこれは人それぞれです。ただ夏場は汗をかきますので、本当に汗っていうのはひょんなことで汗じみになったりしますので、私は汗をかいて1週間2週間放置するようであればすぐ洗ってます。はい。でおじやちじみとか、あと浴衣、麻のものとか綿のもの、ポリエステルのものは家で洗えます。で、私は、夏の間着るものって言ったらやっぱりおじやちじみとか浴衣が多いです。そして、自分のお家で洗って、自分のお家でアイロンをかけたりしてます。そして先ほども何回も言いましたが、絞りの浴衣とかおじやちじみはアイロンはかけません。アイロンをかけるとこのしぼしぼがなくなって、全然味がなくなってしまいますので、おじやちじみ、近江ちじみ、ちじみというつくようなもの、こういうね縦にしぼしぼってシワが入っているようなもの、それとこうやって絞りのポコポコってね絞ってあるものが、これがお柄になって、これがこういうものについてはアイロンはかけません。まずそこまでのお話は大丈夫ですか？はい。それでは次は、じゃあこのおじやちじみどうやって洗うのっていうところなんです。簡単です。着たものをこのように袖畳にします。本当に簡単に袖畳でいいです。こんな感じ、もう本当に簡単に袖畳にしてください。こんな感じに、はい、こんな感じで袖畳してください。そうしましたらば、袖畳にしてください。そうしましたらば、このようにこれ100均で買ってきました、洗濯ネットです。でこの洗濯ネットの中に入れちゃいます。入れてしまいます。はい、このように入れてしまいます。ちょっとごめんなさいね。はい、このように入れてしまいます。それでこれで、ですね、私は洗濯機で洗ってしまいます。で、あまり高級なものは洗濯機しないでください。手で押し洗いして、洗濯機で脱水をかけるときには本当に1、2分、2、3分かな？長くても3分ぐらいです。バーッとかけたらば、そのね、洗濯機の性能にもよるんですけれど、あんまりぎゅうぎゅうにすごい乾くまでかけなくていいです。もうね、長くても5分ぐらいかな。どんなに長くても5分ぐらいで大丈夫だと思うんですけど、かけたらここからね、ここから取り出して、このようにですね、このように着物ハンガーにかけます。そしてこのように着物ハンガーにかけて、このように干しときます。その時にどうするかと言いますと、ポン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 って叩いてください。こうやってポン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 って。それでお袖がね、結構こうやって詰まるんですよ。なんでかっていう、このね、絞がしぼしぼしぼ、しぼしぼしぼってね、こう縮むの。だから、必ずこうやって広げてあげてください。こうやって、生地を。で、広げる前に、まず洗い上がったら広げる前に、こうやってポン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 って、ポン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 って、叩いてあげるのもいいです。そしてこのように、ハンガーにかけましたらば、こうやって幅をね広げてあげる。こういうところもこうやって、こういうところもね、こうやってね、で雪なんかもねすごく詰まるんです。ここ詰まっちゃうの。だからここもこうやって広げてあげる、広げてあげる。そうすると元の大きさに戻ります。皆さん心配してるのは縮んじゃうんじゃないのってことですよね。ちゃんと呉服屋さんで最初に、縮まないようにしてます。そしてもともとこのおじや縮みっていうのは
水でこういうふうに洗ったりとかですね、雪でさらしたりとかですね、そういうことをして作るようなお着物なんですね、作る工程が。なのでそれほど縮みません。それは多少ね、お湯はダメです。お湯は縮みますよ。お湯は使わないでください。洗うときはお水で洗ってください。はい。で、多少縮みますので、縮んだときはこうやって伸ばしてあげてください。幅をね、伸ばしてあげる。で、縦もね、もし気になるようだったらこうやって伸ばしてあげていいし、こうやってポン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 って叩いてあげるとシワも取れます。それで十分です。そして、で乾きましたらば、乾いた後というのは空気を含んでるので、なんかね、ふわふわしてる、なんていうのかな、こう、もそもそしてるというか、ふわふわしてます。だけれども、ちゃんと、後で、畳み方、この後、浴衣とかおじや縮みのお着物の畳み方やりますが、きちんと畳んで、多頭紙に入れるなりなんなりしてしまっておけば、きちっと綺麗にシワが伸びる。このふわふわ感がなくなって、また来年着るときになんとなくピチッとした感じで着れるようになります。なので皆さん、怖がらないでご自分で洗ってみてください。おじや縮みですね、近江縮みもそうですけれども、綿とか麻ですね、綿麻のものについてはお家で洗えますので、皆さんやってみてください。ちょうどね、今日、お盆が過ぎて、だんだん皆さんね、お着物とか浴衣とかたくさん着て、今お手入れしてる時期じゃないかなと思いましたので、今日はこんな動画を上げてます。この後、お着物の畳み方、長襦袢の畳み方、それと羽織の畳み方、この3つの畳み方をやりたいと思います。どうぞ。引き続きご覧ください。はい、今浴衣がかかってた、乾かして、着物ハンガーにかかって乾かしてあったものが乾いたので、これね、もうノーアイロンです。この浴衣は絞りの浴衣なのでノーアイロンです。それとおじや縮みとかもノーアイロンで大丈夫です。とりあえずアイロンかけるとかかけないとか別にして、とりあえず畳み方を今日はやりたいと思います。はい。まずこうやって浴衣下ろしてきましたら、ここに脇線っていうのがあります。脇線があります。はい。そしていいですか、はい、こっちにも脇線があります。ここの両脇の、体の両脇にある線のところを脇線と言います。で、この脇線のところをまず折っておいてください。はい。そうしましたらば、ピロンってめくって、ここにもう一つ奥見線っていうのがあります。ここが脇線で、ここが奥見線。ここの奥見線を一回折り返します。はい。そうするとこういう形になります。そうしたら、また、この、お着物の、ここ、裾の先ね、角。ここを、ここに合わせます。ここに合わせます。そうすると、ここに、奥見線が、ここに今度出てきます。いいですか？このように。ここに奥見線が出てきます。そうしたら、ここの脇線、ここの脇線を持って、脇線と脇線を合わせます。ここ折るとき、ここの奥見線を折り目にして折ります。そうするとこのような形になります。こうです。そうするとここの裾が綺麗に、はい、裾がここにもう綺麗に出来上がります。そしたら少しこのように、少しこのようにずらしますね。はい。じゃあここ、脇線を折ったら、ここね、ずーっとね、お着物ってまっすぐなんです、線が。なのでこのまっすぐの線に沿ってここは折り返しておきます。折り返していきます。いいですか。で、脇線は脇線でもまっすぐずっと折り返しておきます。そこに襟先ですね、襟先を重ねて全く同じように左右対称に重ねていきます。いいですか。こう、いい、ここ脇線、脇線、
脇線を持って、ここ奥見線、ずっと奥見線で、ここが襟先、はい、そしてここをこうやって折っちゃいます、はい、そうするともうここ綺麗にこうやって折れるでしょ。そしたらこうなります。でこれ ずりずりって少しずらしてきます。そうするとここにお袖がきます。そうしますとここにお袖がきます。はい、でね、問題はここなんですよ、ここね。でお襟とお襟、掛け襟と掛け襟のところを合わせます。でここは中に三角に中に折り込みます。ここ、ここ、ここ三角に、ここがね三角になるように、はい、折り込みます。そしてこのように重ねます。こうです。でここ奥見線ずっとここまで来てますよ。でそこを折ります。このようにいいですか、こんな感じで折ります。はい、そしたらここ一回こうやって合わせましょうか。一回合わせますかね、このようにね、一回合わせます。はい、そうしたらこれこうでもいいし、裏に折り返してもいいですけど、まあこんな感じで大丈夫でしょう、浴衣ですから。でこれを2つに折ります、このように。でこれで出来上がり。これがお着物の畳み方です。お着物ね、浴衣とかおじやちぢみとか、みんなこのように畳んでください。これが浴衣の畳み方となります。いいですか。はい、じゃあこれがまず一つ出来上がりです。はい、そうしましたらば次は長襦袢の畳み方いきます。長襦袢ってこんな感じの形になってますでしょ。長襦袢こんな感じ、ここに お袖があってこんな感じになってます。そしたらね、お着物と長襦袢ってね、あの同じように畳んでもいいんです、どっちでもいいんですけど、一応長襦袢の畳み方として今日はやりたいと思います。でね、長襦袢はこのようにこんなような形になってます。はい、あのお着物も長襦袢ももう基本形的には一緒なんですけども、じゃあ長襦袢はこのように置いたら、あのね、こことここを折っちゃいます。はい、まずどっちでもいいです。折って縦に折って、このように折って、はい、お袖を折り返します。そしたら今度こっち側をこのように折って、はい、お袖を折り返します。はい、そしてこれを2つに折ってこのような形になります。これが長襦袢の畳み方、こんな感じです。これが長襦袢の畳み方になります。はい、出来上がりました。今日はですね、冬物の男物の羽織がちょうど引き出しを開けたら出てきましたので、それで羽織の畳み方を説明したいと思います。羽織ってこんなような形になってるんですね。こんなような形になってる羽織、はい、いいですか。羽織ってこんな形になってる。そうしましたらば、これ男物の羽織です。女物でも、まあ、羽織の畳み方基本一緒です。はい、このようになってましたら、まずお襟のところをこのように折ります。お襟合わしちゃいましょう。そしてここのお襟のところはやっぱり三角にこのように中に折り込みます。はい、そしたら脇線を持って、脇線と脇線を合わせます。このように、はい、こんな形になります。そうしたらお袖を折り返します。でこれはお袖は裏にこうやって折り返してもいいですし、このように折り返してもいいですし、お袖はこのように折ってもいいと思います。はい、このように折ってもいいと思います。はい、そしてこれは適当に好きな長さ、多頭紙に入る長さに折り返してください。はい、こんな感じで、こんな感じで出来上がりました。いいですか。
まず羽織はこのようになってますね。お襟のところを折り返したら、お襟とお襟をくっつけます。ここはまたやっぱり三角に中に折り込みます。脇線を持って、はい、重ねます。お袖もこういうふうに綺麗にくっついてきます。そうしましたら、お袖を重ねて、ここの裾はご自分の好きな長さに折り返してください。こんな感じです。はい、出来上がりました。今日の動画はいかがだったでしょうか。ちょうどお盆も過ぎて、皆さんね、あのお着物をたくさん着られて、今、お洗濯してね、アイロンかけたりお洗濯したりして忙しい時じゃないかなと思いまして、あとお着物ね、初めてお着物デビューした方たちが、このお着物洗っていいのかな、おじやちじみ洗っていいのかなって思いますよね。だってね、数万円してるわけですからね、そんな、私も初めておじやちじみを自分で購入した時に、ってこんなお着物を自分家で洗濯機で洗っていいのって思いました。私はね、初めておじやちじみを買ったのが、20代の時で、銀座松屋さんの呉服売り場で購入しました。その時に、生まれて初めておじやちじみを買った時にですね、呉服売り場の方に、これ洗濯機で洗いますからねって言われた時に、ってこんな高級なお着物を洗濯機で洗うのってびっくりしたのを覚えてます。なので皆さんね、とっても今ドキドキしてる方もいると思うんですね。大丈夫です。あのおじやちじみとか近江ちじみとか、綿とか麻とかポリエステル、これに関してはお家で洗います。ただ帯については芯が縮んじゃいますからダメですよ。帯についてはやめてくださいね。お着物については洗えます。一重のもので、綿とか麻とかポリエステルについては洗えます。帯はやめてください。帯には帯芯が入ってたりしますので、洗えません。それとこういう博多の帯も洗ったらペナペナになっちゃう、ふにゃふにゃになっちゃう。なので帯は洗わないでください。はい、今日はそんな動画でした。今日の動画はいかがだったでしょうか。どうぞ皆さん参考にしてみてください。どうもありがとうございました。また見てください。